はいどうも、三度の飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。今日楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今日は久しぶりです。ディズニーグッズの購入品紹介、イエイ。今日はこちら、見てわかる通り20周年の今までの思い出がギュッと詰まった3月31日販売の20周年の新しいスーベニアを購入品紹介していくので、よかったら最後までご視聴ください。はい、それでは2022年3月31日販売の東京ディズニーシー20周年の追加グッズですね。追加のスーベニアグッズを購入品紹介していきます。今回出ているスーベニアグッズは全部で合計6種類あります。それでは一つずつ詳しく見ていきましょう。それではまず一つ目、こちらセットメニューに対してプラス1200円で付けられるスーベニアのランチケース。今回出ているランチケースは普段売っているランチケースより少し小さめなんですよね、サイズが。中はマジックテープになってますね。マジックテープ式で、内側見た感じ特にデザインがなくて長方形のランチケースになっています。で、外側がね、20周年の今までのメインアート、最新のねビリーブのメインアートもあるし、ファンタズミックのメインアートとか、あとレジェンドオブミシカとか、まあ東京ディズニーシーのオープンの時のイラストとかね、10周年のビーマジカルとか、15周年ザイヤーオブウィッシュとか、開園してから20年分の思い出が詰まっているランチケースになっています。肌触りもねすっごくいいし、真ん中に20周年のロゴがあって、20周年の限定グッズ感がすごく伝わってきます。本当にサイズが小さくて、ペットボトルが入るかな、ギリギリペットボトルが入るぐらいのサイズになっています。500ml のペットボトルがジャストサイズで入るぐらいのサイズなので、ちょっとしたお出かけに使えるミニパック代わりにも使えるし、大きめのポーチとして使うこともできるんじゃないのかなと思います。次はこちら、紅茶ゼリー&オレンジバニラムースに付けられるスーベニアのカップ。まあ普段出てるスーベニアカップのイラストが今までの周年バージョン、グランドオープン5周年10周年15周年20周年の思いが詰まってるスーベニアカップになっています。ポップの底に20周年のロゴも入ってますね。基本的に東京ディズニーリゾートのこのスーベニアのカップって電子レンジとかの使用ができないので、ケトルとかで炊いた水とかをね入れて紅茶とかコーヒーを楽しむ分とかにはできるけど、電子レンジの使用はできないのでご注意ください。いやでも素敵だよね。20周年、15周年、10周年、5周年、グランドオープン。今までの周年の衣装をミッキーが着ていて、やっぱり20周年でしか買えない限定感がすごくいいなと思います。そして次がこちら、コーヒークリームタルトに付けられるスーベニアプレート。こちらはお値段900円で、デザイン素敵だよね。ミッキーシェイプの右上の耳には SEA のマーク。この左上って、ミラコスタの下？東京ディズニーシー20周年のタペストリーの下のところにあるマークと似てない？真ん中には今までのグランドオープン5周年、10周年、15周年、20周年の周年のミッキーの衣装がプリントされています。またミッキーシェイプなのもすごくいいですね。プレートの底には20周年のロゴも入っています。次はこちら、スーベニアドリンクボトル。これね、20周年のメインアートがドリンクボトルにそれぞれデザインがあってインパクトありますよね。グランドオープンから20周年、15周年、5周年、ビリーブに、ファンタズミックに、本当に20年分の思いがこのドリンクボトルのデザインを見てすごく伝わってきます。ドリンクボトルのあっちこっちにデザインがあるから、すごくインパクトのあるドリンクボトルになっています。中は普段出てる東京ディズニーリゾートのドリンクボトルと一緒で、まあ、蓋と飲み口と、で飲み口もね取って洗いやすい仕様になっています。そして次がこちら、スーベニアミニスナックケース。20周年のスーベニアのミニスナックケースが新発売になりました。これすごいのが、このミニスナックケース自体が磁石になってんだよね。本当にこうすることで本当に磁石になってるから、どっちが来たかがねすぐわかるし、何よりチェーンがついてるからトートバッグで身につけてもインパクトのあるミニスナックケースだよね。しかも20周年のね思いがすごく伝わってるデザインだし、上が磁石なので中開けたらこんな感じで、この中にグミキャンディーかカラフルチョコレートを入れることができます。
チョコレートとグミキャンディーの入れ方は下の方にこんな感じでね、入れる場所があって、ここに入れてパーク内で入れたチョコレートやグミキャンディーを食べることができます。底面も素敵なんだよね。グランドオープンや5周年、10周年のロゴ、15周年、磁石の蓋の上に20周年のロゴが入っています。てかね、 SEA が詳しい方だったら、この SEA のねマークがある時点でね、かなり激レアのグッズのように感じます。そして最後はこちら、スーベニアのランチョンマット。これもねすっごくおすすめ。セットメニューにプラス700円で付けられるんですけど、今までのメインアートが結構大きめにデザインされていて、ランチョンマットとして使うのもいいし、壁にかけて飾って使うのにもいいよね。グランドオープンのデザインや5周年、ミシカもあれね、あとはファンタズミックが始まった10周年、そして割と最近の15周年、そして20周年、いよいよビリーブグランドフィナーレかな、この感じ。20周年のアートの中にいるし、ビリーブもすっごく楽しみです。裏側こんな感じ、特にデザインされていないです。このランチョンマットは洗濯機とかでね使うことできないのでご注意ください。はい、ということで以上20周年の新しいスーベニアの購入品紹介でした。今回出たすべてのスーベニアどれもね本当に良かったんだけど、個人的におすすめが新しいこのコンパスとしても使えるミニスナックケース、あとはこの20周年の思いがさ全部溢れているランチョンマットも良かった。今回のランチケースは少し小さいんだけど、まあ、小さくなった分ちょっと大きめのポーチ代わりとしても使えるランチケースも、もう表もだし裏側もだし20周年の今までの思いが詰まっていてとっても良かったです。ぜひ今回の動画を見て、これから東京ディズニーシーに行く予定の方が20周年のスーベニアどれ買おうかね悩んでいる方のグッズの大きさなどのサイズ感が参考になっていたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるのでフォローお待ちしております。それではバイバイ。